にちは、ミクです。ハロウィンが始まりました。来れました、嬉しいです。ハッピーハロ、ハッピーハロ。みんなスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。こちらの方です。いや俺かい、いや息子かい、弟かい。スペシャルゲストちゃうやん。どうもミクです。はい、お久しぶりです。久しぶりに来てくれました。ハロウィンのミニューがね、はい、たくさん出たということで、はい、ミユくんと爆食していきたいと思います。2回連続爆食、はい、前回ランドだったからね。カメラマンはマーピオさんで、本日もよろしくお願いいたします。ペコリペコリペコリ、うん、ハロウィンのご飯結構あんの、はい、結構あります。レストランは結構あります、うん、ちゃんと紹介してください。食レポはあなたより上手だと思う。あなた美味しいしか言えない。今日もまたあの開始が遅いですけども2時半です。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、行ってきます。いや今日すごい空いてない？修学旅行生がね、8億人ぐらいいるけど今日はいないよね。何？8億人は8億人はいないか。こんなんだったよね。アッキーの前に1億人ぐらい並んでるから取れないやん。ちょっと、いや何言ってるか分かんない。一般の人はいないんだ。一般の人を探すのが大変みたいな。シー来たのいつぶりだろうな。シー来たの友達とは来ないもんね。友達って来ないから。友達とディズニーこそもうやばいんじゃない？マジで。何のやばさを感じる。はい、来ました。ニューヨークデリー。ニューヨークデリー。ハロウィンのスペシャルセットがある。はい、食べに行きましょう。行ってきます。メリゴ。どう？いいんじゃない？うちらが食べ始めるといつもね、なんか BGM が流れてくるんですけど。本当に。はい、はい、ニューヨークデリーのお食事です。はい、これ見て、おいしそう、おいしそうすぎる。タンドリーチキン&パンプキングラタンだって。こちらの3つがスペシャルセットですね。はい、あとこれついてる、これついてる。ミユが買ってくれた。保冷剤みたいな感じで。保冷剤はないやん。保冷剤って何や。バッグです。バッグです。はい、こちらはパンプキンムースケーキ。パンプキンムースケーキ。そう、あースイートポテト&アーモンドスーベニアカップ付き。ああ、なるほど。じゃあお値段の方が、はい、全て合わせて4,420円です。ヤンガンリーゼロー。ちょっと高い。ちょっと高いな。いただきましょう。いただきます。これがいっちゃうまい。お願いします。これ一口目いってほしい。あ、食べようか。これ食べ、美味しそうじゃない？パンプキングラタンだよ。いいね、いい、がぶりつき。どう？めちゃくちゃ美味しい。あ、ほんと？ポテサラみたいな、まあ、グラタンポテサラっぽいのに、これはカボチャ味みたいな感じ。だってさ、これ溢れ出てるもん。ハンバーガーとかより食べやすい。あ、ほんと？うん、柔らかい。でも量結構ない？これすごい量。いただきます。めっちゃ美味しいじゃん。カリカリしてるの入ってないな。ナッツかも。ナッツ入ってるの。噛んだとこ映すなよ。こっちとこっち噛むなよ。関節キッスなんです。ミユがお得意のアップルティーソーダ。関節キッスです。ここでキュンとしちゃうから。あ、そうかそうか、それ需要があるんだよ今日。気持ち悪いわ。はい、ということで今日はこのインスタの方で集めたので、まあ、それに答えながら食レポしていこうと思います。カレカナと見間違われませんか？まあね、ある。昔あった。あったあった。カウントダウンの日に誰かと何人かいたんだよ。うちの家族4人だけじゃなくて他といて、ちょっとだけ離れてたの。そんなもう目と鼻の先ではあったけど、たまたま俺と姉ちゃんが離れ見ながらこう喋ってたの、普通にたわいもない会話。そしたらキャストさんがいきなり話しかけてきて、撮るなら今ですよ。違う、兄弟なんすよ。キャストさんはなんかもうそんなんですよ。このカップルじゃないんですよ。な感じで言った気がする。あれは気まずいよね。気まずい。そういう風に思われたくないんで、食べる時にそうだね弟って呼びします。これ食べてみて。これ、このこれだけで食べるの。ちょっと一回食べてほしい。うん、ホイップついてる。これ最後。いただきます。芋ようかん。あー、うん、ナッツと一緒に食べたらもっと美味しいんじゃないの。美味しかった、美味しかった。うん、芋の練り物を食べてる感じ。ホイップとナッツあると美味しい。うん、完食です。美味しすぎてやばい。これ二口しか食べとらん。これ食べてみよう。パンプキンムースケーキ。美味しい、美味しい。かぼちゃのムースだね、ほんとそのまんまって感じ。あ、ほんと中に何か入ってる。あ、ほんとだ。いただきます。コーヒーゼリーじゃない？
いや違うよ、うん、なんだろう、今までの食べてきたこういうムースと初めての感覚というか、うん、ディズニーではこう味わったことないような感覚のムースかもしれない、うん、ちょっとね苦味っていうかほんのりこう紅茶みたいな、紅茶だよこれ、うるさいんだけど美味しい。パンプキンムースの中に何が入ってるか、え、なんかコーヒーゼリーか紅茶って言った よね、うん、当たりです。ほら私の味覚さバカにしたよね、謝ってもらっていい？ごめんなさい紅茶です。ほら、え、はい、濃厚でめちゃくちゃ美味しかった。以上ですディズニー以外のお休みの日の過ごし方を教えてください。みゆは休みの日でしょ。寝てんじゃん。いや寝てないね。お、最近みゆって寝てるイメージなんだよ。家で仕事してるか買い物だね。あーらしいです。逆に何してんの？人と会ってる。そうだよね、人と会うって。映画見たりするわ。靴下反対で履いてるでしょ。よくわかったね。バレた。履いてないわ年何回ディズニーに行ってますか？俺は2回とかかな。みゆは1、2回ぐらい。1回、2回ぐらい集中来てます。一人ディズニー行けるよね。一人ディズニー行ける。いやあれすごいと思うよ例えばさ、徒歩5分とか家から、はい、だったらまだわかるんだよな、うん、あちょっと行こうみたいな。だけどさ、行く前にちょっとまあ多少時間かかる。時間かかる。分かってないでしょ。一人は楽しそう。分かんない一人ってまずディズニーには限らず一人が楽しいの。あ、そこがね、合わない。合わないでしょ、うん、ぶっちゃけ一人が無理っていう人の気持ちがわからん。いやでしょ。うん、え、もういつ何時か誰かいていいからね。一人の時間は寝る前の1時間と起きた後の1時間だけでいいから。それ以外人が誰かいるよって言われても、うん、あ、いいですよみたいな。人はいてほしい。ぬくもりを感じたいし、誰かと一緒にいたいと思うけど、うん、食べないでみんなで携帯いじってるシーンとかあるのよ。あるよ。一人のテレビ見てるとか。あるある。それぐらいだったらいいと思う。うん、それは一人の時間いないでほしい。うん、一人の時間じゃないの。リビングに家族全員でいるから一人じゃない。え、でも自分さ、え、家にいる時絶対リビングにいるリビングにいたい、うん、けど、外に出たら誰と思う。そういうこと。そう、外で一人で楽しんでるから家ではやっぱぬくもりが欲しい。じゃあ次のとこで一人でどこまでできるかちょっと話そう。オッケー。ホライズンベイレストランに行きます。はい、ステーキがあるので。はい、承知しました。それを食べます。ということで続いては、はい、ホライズンベイレストランに行きました。はい、行きます。はい、頼みましたよ。ステーキ、グリルドビーフの、うん、これね、フルーツが入ってるパンプキンソースなんだって。フルーツが入ってるパンプキンソース。そう、どういうこと？たまになんかさ、サラダにパイナップル入れるみたいなのあるじゃん。こんだけとか、ね、ああいう感じじゃない。あるし、ね、しかも焼肉のタレもリンゴとか入ってるし、ね、そう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 。美味しいかもしれない。美味しいかも。単品で頼むと1990円ですね。セットだと3000円です。3000円です。乾杯。乾杯。キャピキャピ。うわ、静かでいいね。お先にいただきます。どうぞどうぞ。いただきます。はい、ソースつけて。うわうわ、あ、美味しい。おお、何のフルーツだった？こんなにフルーツとかの味しないよ。嘘。ほぼお肉の味って感じ。ここのお肉ってしっかり味がついてるから美味しいんだよね。ほんのりかぼちゃ、うん、こんなに黄色いのに、うん、え、でもなんかお柔らかい。ほんとだ。わかるでしょ。うん、言いたいことわかる、うん、後から来る。めっちゃ美味しい、うん、美味しい美味しい。ペンネあるよ、ほらペンネ。ペンネ合うんじゃない、このソース、うん、パスタソースって感じ。めっちゃうまい。どっちかっていうとパスタソースだよ、うん、ほら、わかる。パスタの方が合うね。合う。これフルーツってなんだろう。そんなにパンプキンのさ、うん、味ががっつり感じるわけでもあるんだよ、うん、ソースだけ舐めたらね、かぼちゃなんだよ。確かに。いや、これね、ステーキが美味しい。うん、そうだね聞いてくるわ、フルーツが入ってくる。あ、そうだね、聞いてきて。リンゴリンゴだったリンゴとレーズンだって。で、リンゴは角切りで入ってんだけど、うん、そんなに感じられないね。あ、だから甘いんだ。やっぱステーキとかお肉はリンゴだよ。そう、結局ね。みゆと二人でストームライダーの話をしていたんだよ、うん、そうなんだ。ストームライダー乗りたくね。あ、もう乗れないよ、戻ってこないよ。いや、じゃあ、そう、話したのが近未来ではないか、なんて言えばいいんだろうね。ここが、いや、古い方かな。近未来のマリ、時空を超えた未来のマリ。あの、近未来は本当にトゥモローランドのこと。あ、そうかそうか、うん、未来のマリ。過去じゃなかったっけ、ここって。違う時空の未来なんだよね。うん、だ、同じところにいない。気象系でしょ、うん、研究開発系とか、うん、だから、まあ、荷物も分かるんだよ。あくまでもこうちっちゃくなって海にあれを行くみたいな感じだけど、俺
俺的になんか全てのコンセプトを崩してる感じがする2も入れた理由もあるんだってここに、うん、あそうなの、そう、うん、それのね理由腑に落ちたんだけど確か、うん、なんだっけな、そうなの、そうっていうのと、やっぱりずっと同じアトラクション置いとくよりかはこう新しいものを作っていくっていうさ、ボルトさんの願いもあるんじゃない。いやまあわかるんだけど、あとはいろいろ会社の問題とかあとね、スポンサーさん、GCB がすげえわかるよ、だけどこのなんかね、青々しくなっちゃってんだよ、黄色っぽかったもんね、そう、あの色さびれた感じの、そう、あの色か、わかるよ、もう戻ってこない、うん、また2も新しくなるんだ、ああなるほど、うん、これはね、ディズニーのキャラクターが出てくるアトラクションとそうではないアトラクションが両方ともあるから好きだな、ソングライダーって別にミッキーとか出てこない、出てこない、ディズニーキャラじゃないじゃんっていうのもありながら、こうディズニーが出てくるアトラクションもあってほしいって、で昔は逆だったじゃん、ディズニー要素がなかったなかったね、ゴーカートとかまさにそうじゃん、うん、ディズニーじゃなくてもいいじゃん、あれもじゃない、うん、ライオンのやつ、なんだっけ、ミクロアドベンチャー、そう、ああそうそうそう、とかあれとかもディズニーじゃないもん、でも今スティッチだっけ、そうでしょ、とかどんどん変わってんじゃん、うん、俺バツとかはめっちゃいいと思う、ソワリン持ってきて正解なの、あれディズニー関係ないから、関係ないわ、問題ですっていうソワリンと他のアトラクションのディズニーの違いどこだと思う、ディズニーには関係ない世界観を楽しませてくれる、うんうん、正解はこれディズニーも映画もそうだしアトラクションもそうなんだけど全部山あり谷ありなの、よく考えてみ、それは作品の元で山あり谷ありってこと、いやそういうわけじゃない、例えばニモとかもそうじゃん、あれこうちっちゃくなってバーってたら、確かにそこで何かがあるみたいな、何かがあるとかじゃん、スターツアーズとかもそうじゃん、うん、あれも普通に今からどっか宇宙に行こうって言ったら追われて、確かにで逃げた先の惑星とか、なんか山があって谷があるのよ、うん、だけどソワリンは違う、ソワリンはもうただ感動するアトラクション、ずっとも もうこれ、あ確かに、そうだけど他のアトラクションこれなのよ、あソワリンはこれなのに面白い、そうだからみんな本当によかったっていう、例えば途中でいきなり落っこってみて戻ってきてとかね、綺麗だったじゃなくて面白かったとかなんだけど、もうずっと綺麗じゃん、ずっと綺麗だね、視覚とたまにある嗅覚ぐらいし、だからああいうアトラクションだったらね俺いっぱい持ってきてほしい、でもああいうアトラクションが1個あるだけでやっぱ閉まるんだよね、そうそうそう、ね、だからいいと思う、うん、なんか秋って感じ、お肉に弾力もあるので、うん、すごいあの歯ごたえがあってすごく美味しいです、レーズン苦手な方いると思うんですけど、食感は感じるけど味はあんま感じられないので、まあ、レーズンが苦手な方でも食べれるんじゃないかなと思います、うん、1人だったら何するの、そうだそれ話さなきゃ、何するのじゃなくてどこまでできるのって話なんだ、あそうです、はい、レベル1、はい、1人トイレレベル1とかの問題じゃないでしょ、次レベル2、うん、1人映画館、はいはい、これはいける、余裕です、でも誰かが言ってくれるんだったら言ってほしい、一人ファミレス、余裕、無理だね、え何一人ファミレスって、お腹空くからご飯食べに行くの、お腹空いたら電話でしょ、えどういうこと、ご飯食べ行かん、いやいや捕まんなかったら我慢するってこと、家にいたら出前頼むとか自分で作るとか、家にいなかったってこと、ちょっと外歩いてて、あなんかお腹空いたな、分かった一人で出かけんもん、あまずね、出かけないから、あのこっからはやばいね、何一人カラオケ、余裕、寝ます一人旅、うわどこかにもよるな、行かないわ、国内国内、え行かない、あだから行く人は行くんだよ、めっちゃいるじゃん、いっぱいいる一人旅、めちゃくちゃいるんだけど私は一人だとつまらないなって思っちゃうから、うん、誰かと分かち合いたい、分かち合いたい、分かち合いたい、みゆも分かち合いたい、みゆは結局一人で何かできることを探した方がいいんじゃない、一人トイレまでじゃんじゃあ次はロストリバーデルタのユカタンベースキャンプグリルにレッツゴー、まだ大丈夫、ステーキユカタンベースキャンプグリルに来ました、今オネピが席取ってくれてるんで買いに行きましょう、はい、このハロウィンのスペシャルセットってやつがあるらしくて、なんか噂によるとお米が骸骨の顔の形してるらしい、なんで頼んできます、はい、じゃあスペシャルセット注文しました、ご飯がこう骸骨の型になってるのが印象的なお料理ですね、ローストビーフの和風ピーツソースになってます、え何和風ピーツソース、ビーツじゃないですか、ビーツローピー、あーこれは骨付きソーセージ、俺これナスかと思ってた、違う黒ソーセージですね、ガーリックチーズディップ、あこれがガーリックチーズディップなんだ、どうよ、うん、あ
やばい、あ、やばい感じだ。さっきステーキ食べた後だから美味しいよ。うん、なんだろう、何がちょっと食べてみて。あ、分かった。ピッツソースがさ、独特なんじゃない。うん、独特的に独特的いただきます。私は好き。本当に、うん、この色ちょっとやばいかもとか思うじゃないですか。でも全然美味しいですよ。和風チップだね。和風、うん、うわ、これは、うん、結構ブラックペッパーとチーズの味が、うん、胡椒が来るから大人の味。めっちゃ大人の味。あ、うん、そうだね、大人味じゃないね。じゃないんじゃない。さっきの方が多分子供好きなんじゃない。子供、うん、分かる分かる。パンプキンソースのかぼちゃだしね、うん、お、割と柔らかい。見て、真っ黒だよ。お、ほんとだ、黒い。あ、でもうまい。あ、え、うまい、これ。ソーセージはやばい。はい、質問コーナーやりたい。なるほど。落ち込んだ時の対処法。オネピは落ち込むの？生理前は落ち込むかも。あの、本当に PMS の問題で。それはしょうがないやん。うん、なんかそれ以外は落ち込まないかも。落ち込まないようにしてる秘訣はないの？私は例えば嫌なことがあるとすんじゃん、うん、それは自分が、あ、今嫌なことが起こらなきゃいけないことがあったんだとか思う。あ、受け入れると。そう、なるほどね。今日はそういう日だとか、うん、明日はきっといい日だって気持ちの中で展開されるから落ち込まないかも。いいことですね。ね、ただ転んだだけでも運命だわ、今日ここで転ぶ運命なんだわとか、そういう風に考える。幸せ者だわ。あ、でもそういうことだよね。そういうこと、そういうこと。俺はもうね、新卒の子とかにもずっと言い続けてるけど、2つあるんよ。1つ目が結果論に左右されないこと、で2つ目が起きてない問題考えないこと。あ、確かに。この2つ、この2つだけちゃんとしっかりね、自分で分かってればね、落ち込まないしね、イラつかないよ。いや、さっき言ったじゃん、転んだら落ち込むとか、うん、いいことあったら喜ぶとかって、うん、結局結果論よ、うん、悪い結果が出たら、なんか嫌な気持ちになるんだったら結果論に左右されなきゃいいよ、うん、もう起きてしまった結果にね、もう左右されないこと。ほんとそうよ、だってもうそれが起こっちゃってるんだから変えることしかできないもんね、未来しかないから。そう、過去を引きずったところで変えらんないもんね、過去は、うん、したらどのようにすればっていう言葉をね、全てのね文章の前につければね、全部ポジティブで終われるから、それを解決できるだろうかとか頭に変換させて。一緒だわ、嬉しい。どのようにすればもっと幸せになれるだろうかじゃん。うん、そうだよ。次に起きてない問題を考えないことは、例えば今で言うとまた振られたらどうしようとか、まだ起きてないじゃん、うん、それに対してずっと考え続けちゃう人は元気なくなっちゃうから、そういうの考えちゃダメだよね。真面目な話しまったじゃないか。食べ終わったので、ごちそうさまでした。次行きましょう。もう私はお腹がパン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 。次はカフェポルトフィーネ。めっちゃ食うね。本当にちゃんと全部半分ぐらい食べてるよ、うん、すごくない。胃袋はブラックホール。胃袋がブラックホールなんや。それは食べれるわな。一緒行こう。うん、はい。アブーのゴールチャレンジします。はい、僕初めてです。はい、運ゲーって言われてるけど本当ですか？割と運だよ。そうだね、実力ないの？実力関係ない？いや、割と関係あるっちゃあるよ。何をすればいいの？だから上からボールを落として、あ、3つの穴があるからその中に落とすの、うん、その中に入れば OK。 あ、じゃあ操作とかしないんだ。ちょっとする。ちょっとする。そこ見れば分かる。あ、なるほど、うん、やってみましょう。はい、みゆ、頑張ってね。見えた、見えた、見えた、おー、見えたって。一番右を狙おう。ほんと？それではせーの、え、すごい。せーの、スイッチ、頑張れ。さあ、遅いと奥まですっかり届かないことになりますので、せーの、スイッチ。何球？4です。うわー、マジか。さあ、2球です。せーの、これは運ゲーじゃないぞ。そうだよ、違ってた、今読んでた、読んでた、読んでた、すごい。取りますので、最後の1球で入れば。ありがとう、やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。こう、反れてんじゃん。反れてる、全部右に反れてる。3個反れてて、うん、最後の1個が平らだったんだ、うん、だから、だいたい 1個落ちるごとにどのくらい右にずれるかだよ、うん、それを
1回目ぐらいでだいたいどのくらいずれるかなって読んで、あと調整するだけだから、で、なんかスピードは多分一番速くて多分大丈夫なんだろうね。ちょっとずつずらして落とすだけで入った、上げるよ。うわぁ、なんかイラつく。いやー、見えるー、負け方を教えてほしい、ね。なんかさ、頭いい人ってさ、なんか違うんだね。違うね。今は攻略はできるぞ。イラつく、運ゲーじゃないぞ。あいつ運ゲーつってたからな。うん、入る気しかしない瞬間わかる。わかる、わかるっしょ。わかる、あれがもう、ある感じよ。いいよ、あざす。ふてくされた、あざす。だから結果論に左右されんなって。カフェポルトヒーナ来ました。が、うん、ちょっとね、このカツが、うわ、またお肉なの、ね、やばいんですよ、量がやばい。見てほしいんだけど、うん、これだけ食べた後にこれは食べれ無理だね、順番待ちだよ。そう、これ一発目とかね。そう、確かにこれ食べたかったね。めっちゃお腹いっぱいだからね。本当だね、残念だね、また食べに来る。名前が美味しそうだもん。確かに、牛サーロインのトマトバーベキューソース、チーズトマトバターライス、JK が好きなやつ全部入ってる。確かにチーズとかね。そう、はい、ということで以上です。今日はですね、ハロウィンの、お食事をたくさん食べたつもりなんですけども、食べましたよね。食べたんだけどね、はい、食べきれないね。そう、何日かに分けてもらわないとね、これは食べきれないかなと思いますね。本当にそう思いますけど、すごい美味しいお食事がいっぱいなので、はい、ハロウィンの期間に来れる方はね、ぜひ一品でも食べていただきたいです。ミユくん、今日もありがとうございました。はい、とんでもないです。またいつでもお声掛けいただければあの時間があれば飛んできますもんね飛んで食いてくれる、飛んで食って上がるかな、うん、次はね、ディズニー以外でね、また自宅とかでちょっとなんか企画されればいいなと思うんで。ということで、この動画がいいなと思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録、あ、チャンネル登録そうだ、グッドボタンとチャンネル登録ですよ。いつも見てるだけだからね。そうだよ、見てる側だから、言う側に、言う側慣れてないから今、ね、そうよ、登録してくださいよ。登録してください。だいたい登録者とね、再生数合ってないから、合ってないから、うちのそこ今見てるあなた、そう、登録してよこれ違う、エンディングまで見てる人は登録してるから。あ、それじゃあ、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた見てください。バイバーイ。